自分のやってきた努力の積み重ねと改善の積み重ねと結果の積み重ねは、これもう俺の自信関係ないね。はい、質問です。自信をどうやってつけるでしょうかという質問で、まあ私は自信がありません。だって私、自信がない学生は多いです。で、自信がないというのは、まあ、その自分の決断力がない、それによって決断力がないことで出遅れてしまったりして、なんとかこれを修正したいんですが、とはいえ自信もつけ方もわからないし、なんかいろいろやってみたもののよくわからなかったです。自信ってどうやってつけたらいいんでしょうか。みんななんか自分を信じられない、ね、自信って自分を信じるって書くけどさ、まあ、自分を信じるってことはつまりどういう状態かって言ったら、信じられる自分を自分に持ってるってことでしょ、うん、でも自分が今何もなしてない状態で自分を信じるとかって、俺なんかできるって言ってる人の方が不思議、自信の作り方とか教えてくれてる人いるけど、何言ってるか俺からするとよくわからない。自信持つべきじゃない人間がなんで自信持ってるのって話になるのよ、俺からすると。だったらちゃんと自立ベースで、自分はこんだけ頑張りました、それによってこんな結果を得ました、でこれが信じるに値するあなたってなるでしょ。だからこれがない状態で自分を先に信じるっていう人の方が俺からするとなんか薄っぺらい。自信の作り方とか教えてる人とか、俺からす、あ、すごい知り合いにいそうだな、危ないな。まあでも薄っぺらく感じる、俺はね、個人的にね。だからそのもともと信じられないような自分を、なんか心の持ちようで信じられる自分に錯覚し直しますって言ってる感じなの、俺からすると。それただの洗脳じゃんってなるじゃん、実態でしょ大事なのはっていうので、だからもう自分のやってきた努力の積み重ねと改善の積み重ねと結果の積み重ねは、これもう俺の自信関係ないね、いやこれ事実なんですいませんって、自信満々ですねって昨日もすごい言われたんだけど、多分自信の度合いで言ったら申し訳ないけど変わらないよって。でも積み重ねた実績が全然違うから、俺は信じられますかって聞かれた時にもう多分ほぼほぼノーだけど、でも積み重ねたものは俺の意見じゃないんで、僕は単純にその話をしてるだけですよ。だからそれを自信だと思ってるならやったらっていう話。そうすると自信なんていらない。なんか本当俺の中に確信があるわけよ。事実だから。確信ってもう自分かどうかなんて書いてないじゃん。ね。確実の確信じるでしょ。でもファクトベースだから。だって信じられる自分って結果出してないのをありのまま受け入れてるあなたですかって言ったらちょっと嫌じゃん。なんか俺自信あんだよねって言ってて、でもね、誰もこう同い年の人たちが、あいつの何やってんだろうね、あいつ自信満々だけど何やってんのって言った時に、いや俺も知らない、俺も知らない、私も知らないみたいなっていう自信の状態どう？悲しい、ね、悲しいでしょっていう。そうだから自信なんかいらないのよ。じゃあ自信を持つにはじゃなくて、自分を信じられるだけの自分を持つためにアウトプットとか成果ですかね、正しい努力をしてちゃんと成果を作るとか、うん、分かりました、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。